一緒にこうなんとなくイメージを伝えながら一緒にこう考えながらねこう座ってねみんなでこう考えながらやったんですよね。本当に思い出深い、ねね、ものになりましたよね、ニーヤはね。じゃあ、エミさん自身 の、 ニーヤの音楽、その歌詞だったり歌に対する思い出などありましたらお話ししてください。やっぱり私もニーヤのサウンドトラックの大ファンなんです。で、こんなになんか、ね、美しくてかっこいいサウンドトラックで私が参加ができたことはなんか自分がすごいなんか恵まれてると思ってます。でサウンドトラックのおかげでいろんな広い、まあ、ホール、大きなホールで演奏ができたし、あともちろんとっても温かいファンの皆様にも出会いましたので、すごい感謝の気持ちもあります。そして自分が歌ってる曲に対しては